ボトルサーマー先、今日から始まりました6日間のロングシリーズ準優勝での攻防です。スポーツ日本杯争奪第27回の白波賞競争、初日のメインカードを迎えます。第12レース相撲日選抜戦です。対戦メンバーは1号艇松本克也、2号艇浅見正勝、3号艇伊藤誠司、4号艇岡瀬正人、5号艇東本勝利、6号艇吉村正明、以上6メンバーの対戦です。枠番通りでの作戦待機行動です。地元の期待を担います松本克也が絶好枠での登場です。前半カードは2着連帯きっちり着をまとめた1号艇松本、この外にコースには2号艇、こちらも前半2着と好発進を決めた浅見正勝、この2艇の外に続くのが3号艇の伊藤誠司です。4号艇の岡瀬はこの外側、前半1着、この6選手の中ただ一人連勝のチャンスがあるのはこの4号艇の岡瀬、5号艇の東本は5コースから思い切った握り前でコーナー沸かせます。5号艇の東本、6号艇の吉村正明が6コースに構えます。スロー3艇にダッシュ3艇で3対3の形、第12レース、人気の中心は地元期待の松本克也、スタートまで10秒、最終体系内から1番2番3番4番5番6番です。スタートまで3秒、スタートしました。好スタートを決めたのは2コースから2号艇の浅見、5コースからは5号艇の東本も少し伸ばしてきますが、先に回るのは1号艇2号艇刺してくる、握っていく5号艇の東本、マックスエッジ入って先頭は1号艇こらえた松本克也です。2番手は外から5号艇の東本、この内からは2号艇の浅見が迫ります。スタートは正常でした。2番手トップで回るのは1号艇か松本、2番で内に入って2号艇浅見、握っていきます5号艇の東本、ホーム設置へ戻って上位体系は1号2、4番手から3号艇の伊藤、後方からは6号艇4号艇が続きます。先頭は1号艇の松本克也です。2番手から続くのは5号艇の東本、3番手から2号艇浅見で上位3艇は1号2、内のところをぐぐっと入っていく5号艇の東本ですが、先頭がっちり1号艇松本、上位体系は1号2、4番手に3号艇伊藤、後方からは6号艇4号艇です。2周にマークを先頭でクリアは1号艇松本です。インから先手押し切りました。1号艇の松本克也、5号艇の東本が2番手、3番手は2号艇の浅見、上位3艇は1号2、最終周回に入りました。トップスタートの好ダッシュから見せ場作った5号艇の東本、しかし陰線きっちりこらえたのが1号艇の松本克也、3周1番後トップ旋回、2番手から追走は5号艇の東本で、3番手は2号艇の浅見、上位3艇は1号2、後方からは3号艇6号艇4号艇となります。ラストマークに入りました。先頭は1号艇の松本克也です。2番手追走5号艇の東本、2号艇の浅見が3番手、上位3艇は1号2でゴールを迎えます。第12レース、先頭1番の松本ゴールイン、2着5番の東本ゴールイン、3着2番浅見ゴールイン、3番6番ゴールイン、ラスト4番の岡瀬ゴールイン。以上、尼崎第12レースでした。